これはジン様、グランアリーナへようこそ。一度中に入ったら試合終了まで競技場から出ないようお願いしているのですが、準備の方はよろしいでしょうか。かしこまりました。皆さんの控え室はホールに入って右手にある青の組の控え室です。それでは健闘を祈ります。お久しぶりっていうほどでもないですね。ザイスで会って以来ですから。本当にそうだね。また生きて会えるなんて夢にも思ってなかったよ。エステルちゃんたち攻防戦に乗って危ないところに行こうとしてたみたいだし。危ないところ？ほほう、興味深い話だね。その話はまた後ってことで。え？そういえばそこの人たちどこかで見たことがあるような。一度ボースの街でお目にかかったことがあるね。また会えて嬉しいよ、ユニークでチャーミングなお嬢さん。俺の方とは温泉の近くで一度すれ違ったことがあったな。飲み逃げ事件の犯人さんと東方風の格好したクマさんです。エステルちゃんたちこの人たちと武術大会で一緒に戦ってるの？うん、そうよ。こちらのジンさんにお願いして本戦から参加しているんです。そういえばドロシーさん、今日は取材に来たんですか？うん、昨日までは別の取材をしてたんだけどね。今朝ナイアル先輩に会ってエステルちゃんたちが武術大会に出てることを教えてもらって。でも先輩が言ってた通りかなり強そうなチームみたいね。これはいい写真が撮れそうかも。期待してるわ。あれ、そういえばナイアルは一緒じゃないの？うん、なんだか大事な調べ物があるみたいでね。昨日は徹夜で資料と格闘してたみたいだし、今日は昔の知り合いと会って話をするんだって。そっか。あ、そうそう、先輩からエステルちゃんたちに伝言があるの。今日の夕方くらいに編集部に来てほしいんだって。なんか大切な話があるみたいよ。うん、わかった。試合が終わったら伺います。大切な話、なんだかお安くないね。気になるな。ゴロゴロウニャーン。ちょっとダメだってば。オリビエには関係ない話なんだから。ひどいわエステル君。昨日はあんなに激しく過去試合で燃えたのに、必要がなくなったらゴミのように捨てるのね。だから誤解を招く言い方はやめい。はあ、エステルちゃんいつの間にそんな大人に。あんたも信じるなっちゅうの。撮影ポジションを確保するから観客席の方に行くね。エステルちゃんたちのこと応援しまくるから頑張ってね。なんというかユニークな嬢ちゃんだな。オリビエとドロシーが揃うと二乗で疲れるような気がするわ。
試合前の緊張がほぐれたということで。ドロシーさんはカメラマンとしてかなりの腕の持ち主みたいですよ。最近のリベール通信の写真は彼女が撮ったものばかりだそうですから。ほう、そりゃすごいな。だったらそのカメラの前で無様な戦いは見せられねえな。うん、確かに。誰と当たるかはわからないけど、気合を入れるしかないわね。こう見えても報道関係者だから特等席で見られるんだよ。さて、そろそろカメラの準備を始めなきゃね。すぐ試合が始まるのに、もう一組のチーム来ないわよ。確かに妙だね。事情があって遅れているのか、それとも。ほら、キリキリ歩かないか。ったくうるせえな。そんなにせかすんじゃねえよ。はあ、どうしてこんなことになったんだろうな。兄、気合を入れなよ。あいつらと当たった時にそんなことでどうすんのさ。あ、てめえらは。あなたたちのチームでしたか。道理で時間通りに来ないわけだね。今日のお相手はお前さんたちじゃなかったか。運が良かったね。あんたたちと当たったら今度こそそこの能天気女に思い知らせてやろうと思ったのに。あんですって。こら、無駄口を叩くんじゃない。公爵閣下の恩情があって参加していることを忘れたか。まあまあ兵士さん、そう目くじら立てないでくれよ。ここに連れてこられてから俺たちはおとなしかっただろう。願わくばまた牢に戻るまでその態度を通してほしいものだな。あんたたちもこいつらとはなるべく口を聞かないでほしい。面倒を起こしてもらっては困るのだ。別に面倒を起こすつもりはないけど。分かってると思うが、競技場には一個中隊の兵が警備についている。逃げられると思うんじゃないぞ。分かってますって。そんなバカな真似はしませんよ。ふんだ、目障りだからとっとと行けば。このガキの挑発に乗るなよ。いいな、くれぐれもおかしなことを考えるんじゃないぞ。ねえ、一体どうなってるのよ。どうしてあんたたちが武術大会なんかに出てるわけ。デュナン公爵あたりに出場しろと言われたんですか。
確かに俺たちを出場させようとか言い出したのはそのなんとかっていう公職らしいぜ。試合で勝つたびに刑を軽くしてくれるんだってさ。信じられないことするわね。法治国家とも思えないような独断っぷりだな。なんともお茶目な公爵さんだ。まあせっかくの申し出だ。刑が決まって無所に移される前にできるだけ稼いでおこうと思ってな。もっともそれだけが理由じゃねえけどよ。え、どういうこと？うっさいな。あんたたちには関係ないだろ。僕たちにだってそれなりの意地はあるんだよ。僕たちと戦うために参加したんじゃないとすると、特務兵たちと戦うためですか？なんでその通りだぜ。あいつら味方のふりして俺たちのことはめやがったんだ。情報部とやらの勢力を拡大するための出しとして使い捨てやがったのさ。まあ騙された俺たちも間抜けといえば間抜けだけど、それでもえげつなさすぎだぜ。確かに。そう考えてみるとあんたたちも不憫よね。だから哀れみの目で僕たちを見るなってば。僕たちに借りがあるくせに。え？あんたたちに借りって？この前の出来事さ。お前さんたちが要塞にいたことを連中に知られるとまずいんじゃないか？連中への恨みがあったからてめえらのことは喋らなかったんだ。せいぜい感謝しやがれよ。確かに黙っていてくれたことは感謝します。なんだか面白そうな話をしてるね。どういう事情なのかお兄さんにも教えてほしいな。なんでもないってば。おっと、お取り込み中のようだがそろそろ始まるみたいだぜ。皆様、大変長らくお待たせしました。これより武術大会本戦2日目を始めます。早速ですが本日最初の第5試合のカードを発表します。南青の組、カルバード共和国出身武術家ジン以下4名のチーム。北赤の組、遊撃士協会グランサル支部クルツ選手以下4名のチーム。来た。しかもカルナさんたちが相手だわ。強敵だね。僕たちがジンさんの足を引っ張らないようにしないと。そう慎重になることはないさ。お前さんたちの実力は十分声優劇士に迫ってる。あとは勝とうという気合だけだ。うん、頑張ります。いざ行かん、戦いの園へ。なんだよ、うろうろしてないでさっさと行ってきたらどうなのさ。僕は情報部だけじゃなくあんたたちにもしっかり思い知らせてやるつもりだからね。俺としちゃ今さらお前さんたちとことを構えようなんて気はないぜ。もともとお前さんたちとやり合う羽目になったのも情報部の仕業だったわけだしな。仲良くしましょうとは言わんが、ここで喧嘩する必要もないだろう。ボースの事件のことは今もよく思い出せねえんだ。無理に思い出そうとすると頭が割れそうなくらい痛みやがる。
あいつら俺に一体何をしやがったってんだ。まあいずれにしてもあの汚い連中に一泡吹かせないと腹の虫が収まらないぜ。来たね、エステル、ヨシュア。新人君たち、ヤッホー。どうも先輩たち。胸を貸していただきます。不動の陣、あんたとは一度やり合ってみたかったんだ。どれほどの腕かこの剣で確かめさせてもらうぜ。ふん、いいだろう。こちらも全力で行かせてもらう。できれば決勝戦で戦いたかったものだが、ここで当たったのも運命だろう。片やベテランの遊撃士集団、片や注目の新人コンビと武術家ブレイサーと天才演奏家との混合チーム、どちらが勝つかはエイドスのみぞ知るだね。これより武術大会本戦第5試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。Yeah.
Savor the victory. We earn it. Shoubu ari! Aon no kumi, Jin team no kachi! Mimoto da. Fudou no Jin.まさかここまでの凄腕とは。お前さんたちもさすがに手強かったぜ。エステルたちがいなかったら俺の勝ち目もなかっただろうな。私たち勝ったの？うん、なんとか足を引っ張らずに済んだね。謙遜するんじゃないよ。ジンの旦那もそうだが、あんたたちも十分手ごわかった。はあ、さすがはシェラ先輩の教え子だな。それにそこのお兄さんがそこまでやるとは思わなかったよ。お嬢さんの方もなかなかしびれさせてもらったよ。よければ試合の後にお互いの強さをたたえて乾杯でも。ええ加減にしときなさい。おお、やるじゃねえか。ああ、見ていて興奮しちまったぜ。うん、悪くない試合だったじゃないか。ありがとう。で、どうしたの？あんたが褒めてくれるなんて。ひょっとして熱でもあるの？あんたみたいなアマちゃんを僕が褒めるわけないだろ。僕たちを追い詰めた連中に簡単に負けられると困るだけだよ。むっか、口の減らない僕っ子ね。まあまあエステル、どうもありがとう。いろいろあったのに僕たちを応援してくれたみたいだね。してないってば。うん、続きまして第6試合のカードを発表させていただきます。南青の組、空賊団カップは一家所属、ドルン選手以下4名のチーム。北赤の組、王国軍情報部特務部隊所属、ロランス少尉以下4名のチーム。よし、とうとう来たか。あの黒坊主どもに目にもの見せてやるぜ。こうなったのも何かの縁ね。応援してあげるから目いっぱい頑張りなさいよ。敵の体調には気をつけて。彼さえ自由にさせなかったら勝機は必ずあると思う。じゃなくて、余計なお世話だよ。よっ、仮面の兄ちゃん、待ってたぜ。借りを返せる機会をな。あの公爵には感謝しなくちゃいけないな。何がおかしいのさ。エレボニアの没落貴族、カップア男爵家の遺児たち、悪徳商人に領地を横取りされ、お家再興のために空賊家業、なんとも涙ぐましい話だと思ってな。てめえどうして知ってるんだよ。我々が所属しているのは情報部だということを忘れたか。我々への復讐など諦めて真面目に服役した方が身のためだ。どうやらお前たちは悪党に向いていないようだからな。なんだと。随分とまあさえずってくれるじゃないの。てめえなんざ動力砲の餌食にしてやら。これより武術大会本戦第6試合を行います。両チーム開始位置についてください。
双方構え、勝負始め。勝負あり。赤の組ロランスチームの勝ち。ああ、負けちゃったわ。途中まではいい展開だったんだけどね。あの赤い隊長殿が動き始めたら崩れてしまったね。そこの試練相手だな。あれで本気とも思えんし、いまいち実力が読み切れねえ。え？今ので全力じゃないの？多分違うよ。最後の技を放った後も気の集中は衰えていなかった。まだ余力を残していると思う。とんでもないわね。惜しかったわね。慰めはいらねえ。俺たちの乾杯だったぜ。くそ、俺のサポートが甘かったからだ。キール兄は悪くない。僕があいつの切り込みを崩せなかったからだよ。まあ仕方ないでしょ。勝負は時の運とも言うんだし、あんたたちの敵は明日の試合で私たちが絶対に打ってあげるわ。何？おいおい、ずいぶん簡単に言うじゃないか。そんな安請け合いできる相手じゃないと思うけど。ま、意気込みがないと勝てるもんも勝てなくなるからな。根拠のないところがまたエステル君らしいね。やっと終わってくれたようだな。ほらグズグズするな。とっととハトバに戻るぞ。おいおい、冗談じゃねえぞ。戦ったばかりなんだから少しくらい休ませてくれよ。犯罪者の分際で甘えるな。ほらさっさと来ないか。チッ、ああ疲れた。
おい、あんたたち。え？僕たちはもう明日はここに来られないけど、あんたたち絶対に勝てよな。あんなふざけた連中に負けたりしたら許さないからね。当たり前でしょ。任せておきなさいってば。絶対に勝ってみせるよ。気は済んだか。ほら、デマを取らすんじゃない。今日もなんとか勝てたわね。明日はいよいよ決勝戦か。激しい戦いに備えて英気を養う必要がありそうだな。そういうわけで今夜も酒場に繰り出すとするか。そう来なくてはお付き合いさせてもらうよ。なんか違う気がする。僕たちは用事があるので今夜も遠慮させてください。ああ、それじゃあな。明日の朝フロントで待ってるぜ。 Good night, my sweetheart. さてと、ナイアルが待ってるはずだし、私たちは雑誌社に行こっか。そうだね。情報部のメンバーについて何か分かっているといいんだけど。新人君たち、今日は参ったよ。私たちも全力で戦ったんだけどな。
すごく悔しいから今度また私と試合してね。の写真バッチリ撮れたよ。大会の特集号が出る予定だから楽しみにしててね。よう、研究の材料になりそうな資料を見つけちゃいましたよ。今から早速古文書の解析に取り掛かるつもりです。
明日はいよいよ決勝戦だな。いいか、よく食ってよく寝ておけよ。いやいや、シェラ君ともこれくらいのペースで飲めるということないんだがね。彼女と飲むときは夢を見ながら地獄に落ちるような心地なんだ。いやいや、彼女との明日はいいか。エステルさん、ヨシアさん、見事決勝に進んだそうですね。クルツさんたちは残念でしたが、いい試合だったと聞いていますよ。うん、白熱の勝負だったわ。でも先輩たちと比べると私たちってまだまだかも。確かにそうだね。ジンさんはもちろん、オリビエさんの銃とアーツにも助けられてばっかりだし、これからも精進が必要みたいだ。その心構えがあればもっともっと上に行けますよ。ところで今日は何か分かったことはありますか？実はリベール通信の記者が情報収集に協力してくれることになったの。これから話を聞きに行くんだけど。リベール通信ですか？それは頼もしい限りですね。わかりました。朗報をお待ちしています。よう、お前さんたち、今日は負けちまったが悔いの残らないいい試合だったぜ。決勝戦は頑張ってくれよな。あんたたちは明日決勝戦だね。遊撃士の代表として恥じない試合をしておくれ。ま、今さらあんたたちに言うことじゃないと思うけどね。
やあ、君たちか。不動の陣がいるとはいえ、君たちの戦いぶりは見事だったよ。個々の技術もさることながら、連携も実に鮮やかなものだったな。Thank you.